続きやっていくぜ。まあ、宿屋で今回復もしておいた。で、武器屋はどうなの？いいの売ってる？金もな、前回のパートでまあまあな金額使っちゃったから、まあ同じものしか売られてないから買う必要はねえな。これまた次の武器防具屋、かなりいい値段で売りに出されてそうだよね。で、こん中多分宝箱っていうか隠しアイテムあるんじゃない？うわ、なんもねえ、悲しい。で、そうだ、このキーナとかいうクソザコナメクジがパーティーに加わったことによってもう弱体化の一途をたどってるんだよな。ほんで薬屋かな、まあ、薬屋というかアイテム屋、ここで一旦必要なやつらを買って、魔除けの玉、ここ安いね。いや、魔除けの玉さ、そのお金に余裕あったから3つ4つぐらい買ったけど、買わなくてもよかったよな。ちょっともってないことしたわ。で、ちょっと待って、これ今、ラスタンがいなくなっちゃった。ラスタンだっけ、あいつの名前。キーナのせいでラスタンがいなくなったから、何エネミーが使えないんだよ。だから敵と戦闘する確率上がっちゃってるよね。いやー、で、ここ入り組んでんな、無駄に。こっち側からじゃないといけないとかかな。ようこそコンシストへ。ここは笑顔の絶えない街です。ほほほほほ。行かれてやがる。で、魔法屋かな？有能な魔法。つっても今、おじさんしかあれだよな。空はでももうおじさん持ってんじゃないの？他のさ、属性なんかあんの？天の精霊。天もおじさん覚えてなかったっけ？覚えてるよな。てか、おじさん、未だにまだ入手していない属性って何あんの？まあ、結構あるな。土、水、心。はい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 。で、天全然伸ばしてないな。天の魔法を鍛えてあげたいけれども、キーナとかいうクソザコナメクジがパーティーに加わってしまったことによるデメリットがでかすぎる。やっぱりゼーゴス様は偉い方だよな。グワハハハハ。いや、はい、おばさん戻ってきてほしいよね、とりあえず。で、お前は、ほう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 、この町に何しにいらしたの？ここは広くていい町でしょ。いや、そんな広くないと思うけど。いや、広いのかもしんないけど、狭くしてるよね。僕ね、大きくなったら、ヘッドセイになって、ナスコートの人間をやっつけるんだ。子供の頃の宝花みたいなこと言ってんな。なんでお前は、レジスタンスがのさばってるという噂だが、必ずゼイゴス様がやっつけてくださるわよ。ほうほうほうは、わははははか。で、お前は、レジスタンスの女が捕まったそうよ。明日は広場で処刑されるんって、今から楽しみね。ほう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 。で、お前は、いや、逃げられる。レジスタンスの女ならお前たちも見に行ったらいい。ガハハハハと。この街なんでこういう構造にしたのか理解に苦しむよね。卵の殻みてえのも複数置いてるし、これこっち側からさ、やっぱ行けねえよな。いや、マジめんどくせえわ、この街の構造。この街の探索するだけでもカットとか対応化しなきゃいけないような、そういう状況になりそうだよな。はいはい、これ右に入、右から入ったけど、右から入ったら右に出ると。あなた方もバカなレジスタンスの女を見に来たのが奥の部屋にいるぞ。あなた方も、セリフ同じか。これ左側入ってたらどうなってたの？また別のところ？それとも今の部屋全く同じ部屋なのかな？なんか同じ部屋臭くない？同じ部屋だな。ってことで、バカな女を見に行こう。ゼイゴス様は神、そしてガブニードス様の再来だ。明日はバカな女が処刑される。ん？あ、違う違う、こっち側か、階段の向き、紛らわしい。で、あなた方も、全員同じセリフしか言わねえよな。ていうか、そもそも本当にそのバカな女が捕まってるのか。罠臭くねえか。そのキーナが、罠仕掛けててさ、無理やりラスタンを仲間から外させて、キーナをパーティーに入れてるっていう、この状況を見て、そのこいつらが、うまいことをおじさんを、レジスタンスの女が、捕まってるぜ、奥の部屋にいるぜみたいなことを言うように仕向けさせてるみたいなさ、そういう可能性もないか。考えすぎかな。いや、でもそれ言うんだったらあれだよな、このモッドがすでにそのフラグみたいな立ててるわけだもんな。
仲間がレジスタンスの捕虜になったみたいな話だから多分いるんだろうけど、このキーナが結局何なのかはよくわかんないよね。女スパイ本当にいるのか、これおじさん、あ、いや、いるわ。おじさん閉じ込められたりするわけかなと思ったけど、そういうわけでもないで、もっと。いた、仲間のダナだ。ここで待っていてくれ。牢を開けてくる。ザルすぎん？ザルすぎるでしょ。キャー、嘘、信じられない。あなたたち、ゼーゴス様の敵だったのね。許せない。今やっつけてやる。とかなんとか言ってるけどさ。ちょっと見た目面白いな。HP300 なのかな、ジョジョたちっぽい何か よくわかんないポーズ撮ってるけど、うん、そんな強くないよな。あ、でも硬いのか、まあまあ硬いのかな。ちょっと口が干からびてきたからコーラ飲むわ。うん、クソザコナメクジだった。モムロックとか他のあんまり育ってない属性の魔法を使うべきだったね。で、おじさんレベルアップ。カナピー負けちゃったわ。クヤピー信じらんない。誰か来て、レジスタンスよ。レジスタンスが来たわ。いや、ラスタンさ、仲間なんないのかな。ごめんなさい、皆さん。私の不注意で皆さんを危険な目に遭わせてしまったわ。本当にごめんなさい。おならみたいな BGM 流れてるね。ああ、はいはいはい。まあ、一瞬だけのキャラだったってことね。あ、これ警報の音だったの。さあ、話は後だ。急いでこの街を出よう。話は後だけど、ステータスを見ておきたい。だな、耳なっけえな、やっぱり。このドールっていう種族。28歳なんだ。まあまあ、まあまあいいお年だよね。レジスタンス仕込みの格闘術で敵を倒すわ。まあ、大の大冒険でいうところのマーム的な感じかな。羽帽子、ライトドレス、ハイヒール。装備貧相すぎるけど、これ大丈夫なの？で、モブ系統の仲間だから、その、装備もどうにもできないからさ、この状態で戦うしかないよね。まあ、このダナンを一時的な仲間か、おばさん、仲間に再加入する頃になったら、このダナ、お役ごめんだよね。まあ、呪文も、一個しか覚えてないし。おいっす。貴様ら許さん、叩き殺してやる。物騒なこと言ってんだ。あー、ガーディアン。ガーディアンって前にも何回かちょいちょい戦ってるよね。ちょいちょい戦ってるから、ステータスがさ、その昔戦ったガーディアンと、ま、全く同じだったら、右手、拳、エーラみたいな戦い方。あー、数増やすんだっけ、こいつ。あ、オッケー、ザマ、止まりやがった。ザワールド。ザワールドを使って、で、おじさん次に。あ、この画面であれなら敵の今の状態わかるんだ。で、ここの画面でわかんないのきちいよな。まあ、ケコモン使うか。ケコモン使いの。まあ、ブラックジャックで。で、今度左手で。いや、前戦った時よりもさ、HP 強化されてる感じするよな。全然カメラに効かない。うん、1ターン目ってこいつら行動しなかったのか。あ、待て待て、違う。ストップって2ターンとか続くこともあんのか。で、ズゼロゴーン使って。ん、ズゼロゴーンが、熱波による攻撃だっけ。あ、でも敵の HP、HP じゃない。敵からの火だめが全然大したことないから、前に戦ったガーディアンと同じか。前はレベル低い状態で戦ってたからすごい強く感じたけどさ。まあ、もともとあれなのかね、タフだったのかな。で、経験値とか、いくら手に入れたのかあんまり分かんなかったけれども。あ、で、普通に野生の敵出てくるんだ。画面の端の方で、ひょこっと、申し訳なさそうな感じで。いや、私のようなものが、画面の真ん中に立つわけにはいきませんみたいな。そういう感じなのかもしれないけど、めちゃくちゃ違和感あるよね。ドラクエとかでもこういうことないよな。このゲーム独特なのかな。他の RPG でこんなに画面広いのに端の方に一体だけ出るみたいなさ、そういうことなかったよね。こ
こいつらは何接触するとか、まあ、接触しても戦闘なんないのかな。話しかけたりしたら戦闘なるけど、そのままスルーすれば別に戦闘になることはないとかなのか。で、今となってはこいつ本当にただの雑魚キャラだと思うから、何エネミーなり魔除けの弾を使うことができてたらワンチャン完全にその戦闘することなく終わるみたいなさ、一回も戦闘せずに、まあ、ドラクエとかもそうじゃん。トヘロスだっけ、トヘロスと忍び足で完全にさ、いやあれ忍び足関係ねえか、トヘロスだけかな。極端にレベル上がりすぎてる状態でトヘロス使ったらマジで敵出てこなくなったりするじゃん、ドラクエ4の仕様って。こいつどうなの。いや話しかけたら話しかけたら戦闘になっちゃいそうだから、見た目は違うけど中身はこのガーディアンと一緒な気もするんだよね。一応実況だからな、一応実況だから戦闘だけはするか。で数も増やしやがったしな、めんどくせえよなこいつ。こういう特に変わり映えもないような一面みたいな感じだもんな。とっとくたばれ。で300ゴールド160、あれ経験値おいしくね。いや前戦った時よりも経験値明らかに増えてる感じするんだけど、うん、で貴様ら許さん叩き殺してるっていうセリフは、はい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 、変わってないけれども見た目が違う。新刊、新刊って戦ったことあった？ナンバーとか前に戦ったかな。もう全然戦ったことあるかもしんないけれども記憶に全くと言っていいぐらい残ってない。いや色違いのやつと戦ったのかな。あーどこだっけな、あの花の都みたいなところあったじゃん、雨降ってたところ、あそこで戦ったかな。いやおぼろげながら見たことがあるようなないような。ここでも出んの、あギャル。ギャルが出てきた。でこれはもう圧倒的ツゼロ、ツゼロゴーンだよな、圧倒的ツゼロゴーンで、まあナウナヤングの方から、こういう三者三様の出方するのが一番めんどくせえんだよな。てか何気に、おじさんの、おじさんイレーヌ HP そこそこ減ってんな。ギャルに至っては右手がパーで左手グーでみたいなじゃんけんの歌あるじゃん、そんな感じの手してるよな。でこのナウナヤングの方は右手がグーで左手もグーでみたいな感じよね。これこのまま、いやーでもどうなるんだろうな回復。いや宿屋とかさ普通に利用できんのかな、あんまりできなさそうな感じするよな。で民家とか入ったら入ったらそれもそれで戦闘になったりしそうだから、もともとこのダンジョンさ、ダンジョンっていうか街複雑な構造だかにしてるのはこういうのを想定して作ってたってことなんだろうな。親父、親父とはあの真ん中の気持ち悪いの何、おばさん。おばさんこんな見た目なのか。いやちょっと待って待って、おじさん、おじさんがズゼロゴン使ってもうめんどくさいから右キーマックスで押して、いやおじさんのパーティーにいたおばさんはもうちょっと若いしこんな見た目じゃないよな。これも明らかに50代半ばぐらいの大阪にいるおばちゃんだぜこの顔。服がさ、ヒョウ柄の服じゃないけど、あれヒョウ柄の服着てたら完全に大阪のおばちゃんだよね。でこの大阪のおばちゃん体からトゲを出したのか今。もうおばさんでいっか。いやーめんどくせえ、これキーをいちいち上キーとか押さなきゃいけないのがマジでめんどくせえ。もうとりあえずあとラスイチまで絞り取ってやればここまでのその、あオッケー、ね、とりあえず時止めて。おばさんなかなかタフだよね、守備力が単純に高いのか、いやイレーヌともっと、いやイレーヌとダンナの攻撃力が低すぎるのか。もう一回ズゼロゴンぶちかまして、まあさすがにこのターンでおばさん
仕留めることはできると思うんだけど、もういっそこのおじさんの熱波攻撃で二人とも倒してくんねえかな。この辺さ、全部、あ、おばさん一番タフだね。この辺全面的にカットしようかなみたいに考えてたんだけど、今みたいに新キャラとか出てくる可能性もあるから、あんまりカットしすぎない方がいいよな。もうこいつも絶対話しかけちゃいけないやつだろ。んで、今ちょっとぼーっとしてた。いや、あいつ、そうだよな。いや、ガキ話しかけてみるか。ガキと戦闘。わい、お前たち悪いやつだ、みんなやっつけろ。あ、戦闘なった。みんなって言ってるけど、そうだよな、子供しかいないよな。ガーディアンとかなのかな、他の村人たち。で、ウソップみてえにパチンコ持ってないか。泣き出した。パチンコ持ってるように見えたけど、あれパチンコだったのか、なんだったんだろうな。服の模様だったのか。で、これ多分、今のクソガキの母親だよね。あんまり顔似てないけど、多分そうだわ。で、おばさん、まあまあ強いんだよな、こいつな。あー、オッケーオッケー。こんなもんか。いや、違う。イレーヌとダナの攻撃力が単純に低いだけか。で、ちょっと回復させて。もうとっととずらかるぜ、こんなところ。んで、いや、お前、タイミング悪すぎる。オッケーオッケーオッケー。もう誰とも話はしないぜ。で、武器屋とか、あ、入れなくなってる。まあ、そらそうだよな。完全に、もうおじさん、お尋ね者だからな。で、あの子供に話しかけてなくても、子供単体で出てくることあるんだ。あー、足早っていうか、先手打たれてしまったな。で、やっぱりあれだよな、パチンコみたいの持ってるよね。まあ、サムネで、あ、サムネじゃねえや。動画編集中に、動画を止めて、まあ、どういう感じの、なりしてんのかを、まあ、確認しておこうか。で、おばさんに行動される前に、行動されたかな？どうだった今。よくわかんなかったけど、OK。で、宿も入れないもんな。まあ、とっととつらかった方がいいわ。あ、待って、これさ、ボベリクスだっけ？ボベリクスとかを使ってれば、あ、違うか。あれ？あ、そっか。最後にセーブしたの、ここの村だからダメなのか。だから、どのみち、どのみち、この村でセーブした場所に戻っちゃったら、閉じ込められる判定になるだろうから、ダメってことで、だからさっきのあのレジスタンスの本拠地に戻る必要があると、そういうことだよな。いや、腹減ってきたな。アイス食べようかなと思ってたけど、忘れたわ。ヤングっていうのはここに出てくるけど、他の子供とかおじさんや、おじさんじゃない、親父とかおばさんは出てこねえんだな。ていうか、ヤングっていう名前の敵がいるんだったら、オールドっていう名前の敵がいてもいいと思うんだけど。で、道にあるさ、その毒の沼地的な歩きが遅くなるやつ、別になくてもいいじゃんって思うんだけど。他のゲームとの差別化を図ろうとしてんのか何なのか分かんないけどさ、あんまり必要のない要素だよな、こういったフィールドマップ上にさ。毒の沼地とかだったら分かるんだけど、ドラクエとかにもあるじゃん。でも動きが遅くなるって必要かって話だよな。まあ、あとはあるとしたら、強制的に歩いちゃう床とかさ、まあ、氷の床とかあるじゃん。ロマサガにもあったと思うんだけど、まあ、そんなやつとかだよね、フィールドマップ上にあるのって。で、大体そういうゲームって、フィールドマップ上に宝箱ないけど、このレナスに関しては、一番、やっべ、やっちまった。レナスに関しては、珍しいよな、フィールドマップ上に宝箱があるっていう。いや、これ、あれだな、待って。ゲーム、いや、一番戦いたくない敵出てきたな。まあ、こんなんで、
おじさん調子に乗って全然回復すんの忘れてたから、割とマジで偉い目になってる。つか下手したら死ぬ可能性あるぞ。今戦力としてまともに機能してんのおじさんぐらいしかいないからな。回復とかもできるやついねえし。385、今誰が何して今こんなにダメージ食った。待て、おじさんツズルボーン使ってイレーヌ回復させて、あ、モッドだな、モッドでおじさん回復させて、いや、とりあえずあの毛玉みたいなやつはその復活させない方がいい。で、おじさんこれ使って、まあ、これで最悪おじさんにでかいダメージ来てもモッドが回復してくれるから、まあどうにかなるわな。で、うまくいけば、あ、こいつの攻撃なんか387って、マジか。え、これパーティーの一番先頭にいるキャラにめっちゃ大ダメージ入るみたいなさ、そういう感じだったりするのかな。ズゼロゴン使ってミニボトルでもっと回復させてあげて、ハイボトルでおじさん回復させて、ダナーはとりあえず、あ、待って、ダナーさ呪文ケカンしかねえのか。ケカンでカロンの加速にダメージ入るのかな。あ、やめて、とりあえずハイを回復させてほしい。オッケーオッケー。これでおじさんに攻撃来てもどうにか、本当に首の皮一枚で繋がってるって感じするような。いや、この戦闘終わってすぐにおばさんと合流したい本当に。いやー、あの毛玉野郎まだ知らないのか。あぶねー。ズゼルゴーン使ってミニボトルでもっとハイボトル、7個ある、7個あるんだったらまだどうにか、この戦闘はどうにかなる。で、炎のアーキット。これ、おじさんに攻撃来たら、オッケーオッケー、やっぶね。おじさんに攻撃来る前にとりあえず回復できてなかったら、マジでシャレにならん。で、このターンでこの炎のアーキットとかが、2体ともおじさんに攻撃してきた場合、それも割と絶望的なんだよな。これ、おじさんに、はいはい、オッケーオッケー。おじさん全然ダメージ食らわないから、これならどうにかなる。これならどうにかなってるけれども、それでも、きちいもんがある。だから、待て。ミニボトルで、おじさん回復させて、ハイボトルで、もっと回復させて、とりあえずこんな感じで、こんな感じで騙しやっていくしかない。よしよしよし。まあ、何より、この4人のうち誰かがかければ、その分他のかけたやつの分のせいで、まだご存命のキャラが大ダメージ食らうことになるからな。オッケーオッケー、1体仕留めた。1体仕留めたのはでかいんだけど、あの毛玉どんだけ HP あんの ?1 回でも分裂させないと、あれなのかな、ダメージ飛んないみたいな判定とかだったか、こいつ。で、ちょっと、待て。いや、イレーヌ戻っちゃった。イレーヌは炎のアギトでよくて、ハイボトルでイレーヌ回復させて、まあ、まずは炎のアギトだよな。このえげつねえ歯並びの恐竜剣士がこんな風に出っ張り方してるんだったら門士必要ないと思うんだよな。いや、なんならあの剣士が剣士として機能してないよな。食べ物食べるにしても、あの歯の形は何かと不便だと思うぜ。歯列矯正するのをおすすめするわ。で、いや、カロンの爪先倒すか。もうあの恐竜倒したことによって、割と楽な状態になってるから、で、多分あと2回ぐらいおじさんがこの呪文ぶちかますことによって倒れるんじゃないかなと思うんだよね。あの毛玉も片方は死ぬでしょ、そろそろ。え、毛玉の HP どうなってんの？タフすぎん？あ、オッケーオッケー、毛玉両方仕留めた。でも右の毛玉に俺そんなにダメージ与えた記憶なかったんだけどさ、まあそれでもくたばってくれてるんだったら、まあありがたいわな。で、
ってハイボトルでおじさん回復させて、よしよしよし、よしよし、いいぞいいぞいいぞ、モッドが今結構いい仕事してくれた。うーん、で時も止めて、オッケー、いいね。経験値はそれなりに美味しいのかな、こいつら。さあ、一応おじさんの傷薬で、あ、おじさんハイボトルしか持ってないのか。ちょっとそれはもったいないから、ミニボで、イレーヌ。もう一回ぐらい戦闘、間違えた。もう一回ぐらい戦闘があってもいいように、一応ミニボで、まあまあこんなんでいっか。いや、頼む、戦闘なしでお願いします。オッケーオッケー、俺の願いが、俺の祈りが通じた。よくやってくれた。部屋の奥に来てくれ。友達をお返ししよう。モッドが仲間から外れた。ようやくこのクソ野郎を外れてくれたな。で、おばさんが仲間に加入することによってグループ攻撃ができるようになるから、おじさんさん、どうもありがとうございます。いつの日かゼイゴスを倒す日が来たら、コンシストの人も正気に戻るでしょう。その日までお互い頑張りましょう。で、ダナが仲間から外れた。いや、ラスタンを仲間にしたいんだけど、あいつどこで仲間にしたか全然覚えてないんだよな。もう二人パーティーになっちゃってるし。ゼイゴス倒すために立ち上がった。いや、それはいいんだけど。あー、薬。オッケー、これで一旦、リセットかけて、はいはいはい。ウェルダ。あれ、誰か仲間になるやついなかったっけ？二人ぐらいいたような気したんだけど。セリフは特に変わってないっぽいな。ただで仲間にできるやついたよな。お前か。ガイスン。脳筋っぽいよね。で、そうだ、こんな顔してた。いや、怒りもサイコパスって感じの顔してるんだよな、こいつな。大木と岩。まあ、こいつぐらいしか、良さげなやついないからな。とりあえず、ガイスン仲間にして、こいつ HP なんぼ？1020か。まあまあまあって感じような。HP3000 ぐらいあれば、かなり、おーってなるのにさ。んで、おばさん。あなたなら、やれると思っていたわ。さあ、また一緒に戦いましょう。で、おばさんも仲間になって、安定するよね、これで。まず君たちに謝らせてくれ。君たちをゼイゴスのスパイだと疑ってすまなかった。我々の戦いに油断は許されないのだ。君たちもそれを理解してほしい。この先さまざまな困難が待ってると思うが、我々レジスタンスは君たちの味方だ。これを持っていくといい。仲間にこれを見せれば君たちに協力してくれるだろう。ミッション。ひらがなで書くとちょっと可愛いな。ギャルタレントみたいなさ、みちょぱとかゆうちゃみみたいな感じでいそうだよね、ミッションってね。まあ、秘密の密に書物の書っていう字だと思うんだけどさ、エロップネットワークは直しておいた。おお、直してくれたんだ、いいな。んで、他は？サスクだとの人間、ゼウスの役ってね、我慢ならない。危ないところうんぬん。いや、そういえば、こっちに来る途中の、ロープウェイで、西のロープウェイ。ああ、西のロープウェイに行けないのか。なんか子供が反逆軍に入っちゃって、ちょっと困ってるんだ、みたいな。ことを言ってた人いたと思うんだけど、あの人に会いに行こうかなって思ったんだよね。だけど帰りのリフトがないから、なんか今日めっちゃ過ぎてる。どうしたんだろう。何やってんのこいつ。荒れ果てたカロンという街が西にあるだけだよ。西にあるっつったよな。あー、待て、おばさんってこんなに弱かったっけ。西に行こう。もう時間も今回のパートまあまあいい時間になってるから、カットとかしてたけどそこそこいい時間になってるから、この街のとりあえず探索だよな。今のロープウェイの南とか東にもなんかあったかもしれないけれども、まあ、それに関してはここで情報を得てからでもいい。遅くはないと思う。光あるところに闇がある。命あるところに死がある。ここは死の都カロン。マリオワールドとかにもいたよね。おお。めっちゃ咳込む。どうしたんだ今
命あるものの意味、意味嫌う町だ、こんなところに何の用だ。あー苦しい。お前どうした、石化してんのか。石化してるかと思った。おのれガブニードス、俺の体を黒くしやがってみたいな、そんなこと言うのかなと思ったら、我らの町を滅ぼしたお前を絶対に許さない。そんなに滅ぼされてるかな。あんまり滅ぼされてるような感じしないけどな。なんかみんなあれだな、消し積みみてえな色してるな。苦しい苦しい、誰か楽にしてくれ。この、ね、死んでんの仮死状態みたいな、そんな感じなのかこいつら。生贄が欲しい、我らの心の隙間を埋める生贄が欲しい。いや初代ポケモンのさ、シオンタウンにあったさ、ポケモンタワーだっけ、あそこにいた祈祷師に雰囲気似てるよね。ゼイゴスがノイグレンを完成させれば我々も生き返ることができるのだ。聖剣伝説2のさ、なんだっけ、タナトスじゃねえや、いたじゃん、マシンライダーになってたファウナッハだっけ。いや違う、髪の毛青いやつだから、セネガルみたいな名前だったっけ。なんかそんなやつもさ、その悪魔に魂を売って最終的にゾンビ状態のマシンライダー3になってたけど、まあそんな感じだよな。こいつだけまともなのかな。これお店の中とかどうなの。お店の中の人とかもイカレポンチになってんのかな。で酒場、町の祭壇には秘密がある。だがその秘密に触れた者は命を失うと言われている。命を失ったらあんな灰色になっちゃうのか。今日マスター、こんな町に何の用だね。ここには何一つ面白いものはないよ。ここにいるのは1万年前から恨み事ばかり言う亡霊、あ亡霊なんだあれ、他では生きていけない男たちだ。あんた精霊使いかい、それじゃあ表の亡霊どもが見えるわけだな。この町は1万年前にガブニードスに滅ぼされたんだ。あそうなんだ、精霊使いだから見えてるだけで、これおじさんとかじゃなかったら見えなかったってことなんだ。その恨みが亡霊を今も生かし続けてるというわけさ。はあ、俺か、俺はミストの町から来たんだ。ミストの町、はいはいはい、さっきあれだよな、子供とかは親父とかおばさんいたとこだよね。レジスタンスになろうとしたんだが、その根性がなくてね、ふるさとにも帰れず、こんなところで酒を飲んでるしかねえんだよ。ああ、ふるさとに帰りてえな、お袋は元気にしてる。あ、待て待て、こいつか。いや、でもミストの町って、あ、いや、待て待て、さっきの子供とか、親父とかおばさんいた町はミストの町じゃないか。ミストの町って、そっか、お袋があれだよな、その、うちの息子がレジスタンスになろうとしてて心配なんだよ、みたいなこと言ってた、人いたじゃん。そいつの息子がこいつ。はい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 。お前のお袋は元気だったぞ、心配してたけどな。ビーン、ミスタービーンか。わしはさまよえ亡霊戦士、ナスコートの人間に会うのは久しぶりだ。これ幽霊なんだ。なんか俺のおじに顔似てるわ。わしに剣の攻撃が効かれ、魔物を払って死んぜよう。はあ、また年齢233歳。1万年前の亡霊とはまた違うんだな、こいつな。で、古代の、ああ、古代シリーズ。お払い棒とか持ってんだ。呪文は、まあ、呪文は特に覚えてないけど、あ、なに、キョンシー的な感じなのかな。いや、これワンチャン、こいつ、イレーヌだっけ名前。イレーヌをパーティーから左遷させて、今の亡霊パーティーに入れんのもありかもしんないよな。で、イレーヌ、ろくなもん持ってないよね、確かね。ミニボトルだもんな、持ってんのな。まあ、弓矢使えるからな、でもな。ちょっとそこが、悩みどころではあるよね。ってことで、ちょっと宿屋泊まって、まあ、時間もそろそろいい頃合いだから。ああ、なんか、あれだな。人が重いのか、いた。ああ、うめえな。まあ、宿屋の、やつらには次のパートで話すことにして、とりあえずセーブをして終えることにしようかな。おじさんレベル、ああ2も上がってるんだね。そっか、何気にセーブするの久しぶりか。ってことでこの辺で終えよう。次回に続く。